ました、逃げられた。で、一呼吸入れて、普通のね、打ち込みだけど、もうウォームアップ終わってるし、みんなね、経験者だから、この間もやったけどね、虫行き降りたの。え、マジですか。なんかもっと下に組んでてるんですよ。ね、一回、大外刈りだけどね、一回ちゃんと相手を、ぐんぐん見て、振って、で、スパッと入る。止まったらしっかり引いて、ね、前へ、ね、一回しっかり大内刈りポン入れて、ね、戻ったら前に出ます、はい、スコーン、ね、で前に OK、ね、前はいつも場所を変えるな、今度はですね、ね、前にかける技、バーン、戻ったら後ろ、こっちね、で、これをね、騙すんだよ、最初にバーンってね、前に入ったら、もう一回同じ技、ね、内股払い腰やるんだったら払い腰かけた、でね、次も払い腰入ってくる、もうこっちに一瞬かけるふりしてるでしょ、だから、ね、大外でも内股でもね、その際にちゃんとこう立ってる人に対して、こうやってから入るんじゃなくて、しっかり振って、取ったら、バーンってね、わかる？大きく、ね、バーンって入って、で止まったらバーン。ね、わかる？大きく振って、ここで大外とかね、ちゃんと動いてね、止まってないで動いてて、パーン入れる、それで得意技、ね、戻ったらちゃんと動かして、パーンと大きく入れる、ね、まず大内で本当にかわすつもり、ね、それでかわされたら、ね、大内側にバーンって入ってもここでかわすのでかわされたら、はい、これ変えよう、回りをしたんだよ、次の技が行くまでにはちゃんと距離をちゃんと取らないんだ、まあ、入ったら、ね、こっからちゃんと入るの、ね、動いててガーンってやって、こうじゃダメなの。ちゃんと自分の距離を考えて入る。ね、相手勝手に上げる。でも下がってるとやられちゃうなって、トコトコ出てくるとこに合わせて入る。慌てない。ラッツ。その呼吸一歩。そうじゃないと、生でも後ろ下がってるところに対してさ、かけるからお前がまた後ろ行っちゃうんだよ、わかる？聞いとけよこれ、一回バーンってやって飛ばなかったって慌ててかけるんじゃなくて、バーン入りました、逃げられた、で、一呼吸入れて入らないと、相手がこっち後ろ下がってるより下がってるだけなんだ、それを前引っ張り出そうと思ってね、大変なんだ、ウィーンってなって、ね、うって相手が来られて、この瞬間にめがけて入っていかないと、ね、だから急いでやるってことは意味違うから、ね、ちゃんと相手の反応を見て、はい、これでいい、今度はね、一回巻き月曜日来た人はね、やってるけど、ちゃんと受ける方もしっかり立ってて、戻ったら、うまい、あ、やった、うまい、ずっと待ち構えてて、バーン、ね、入れちゃう、そしたら、そう、合わせないんだから、OK、一回やって、ちゃんと距離作るんだよ、こんな距離でただこんな、やってたこと